さんこんにちは、ペルディスタ小澤です。今回は日本時間の今朝方に終わりましたチャンピオンズリーグ準々決勝のセカンドリーグ、チェルシーとレアルマドリーの一戦についてお話ししたいと思います。結果は0対2、ファーストリーグ同様にマドリーが2点差をつけました。ロドリゴのドブレーテでマドリーがセカンドリーグも 0-2 で勝利をしまして、これでトータルアグリゲートスコア 0-4 で準決勝進出を決めました。おめでとうございます。エモラブエナアラマドリー。結果的にはファーストレグと同じスコア、レアルマドリーの勝利なんですが、まあファーストレグと違ってやはりセカンドレグ、スタンフォードブリッジでしたので、チェルシーがかなり圧力をかけて、まあ特に前半、まあ序盤のカンテ、それから45分プラス1のアディショナルタイムにククレジャが2度決定機を作りましたので、まあそのどちらかを決めていればチェルシーがアグリゲートスコア 2-1 に迫りましたので、まあ会場の雰囲気も含めてかなり後半盛り返すような展開になったかと思いますが、まあそこで 0-0 のまま折り返すことができたのはやはり、まあ特にアディショナルタイムのククレジャの、まあドフリーでのシュートをね、しっかりとパラドン手で止めたクルトワじゃないでしょうか。まあ本当に、1ゴールに値するパラドンだったと思いますし、まあこういうビッグゲームでやはりクルトワが活躍する止めるということで、まあこれがマドリーの強さかなと思いますけれども、試合自体の MVP マンオブザマッチはバルベルデに、なりましたけれども、ドブレーテのロドリゴでも良かったかと思いますが、まあ個人的にはやはり流れを作ったのは、クルトワのあのパラドンかなと思いますので、まあそれぐらい、改めてクルトワがこの勝利勝ち抜けに大きく貢献したんじゃないかなと思います。まあ試合のスタッツに関してもチェルシー 55% の保持率、まあシュート本数は19対9、ただ枠内に関しては6対6ですので、まあチェルシーが特に前半優勢に試合を進めていてシュートチャンスも多かったんですが、まあただマドリーに、まあひっくり返されてのカウンターもね、やはりそこは受けていましたので、まあ結果的にチェルシーが前に出て、まあそれをひっくり返すマドリーのカウンターという構図になった時には、決定力の高さでいうと、まあ特にマドリーの前線トリデンテ、まあ今日に関してはベンゼマ、ビニシウス、少し制裁を欠くようなパフォーマンスでしたが、まあただそういう中でも特にビニシウスはしっかりとアシストをしましたし、まあ特に昨年から CL 男となっています、まあ今日も右サイドでスタメンのロドリゴがドブレーテということで、まあ直前のリーグ戦のカディス戦では、まあことごとくね、まあ左のウィングで出てましたけれども、ことごとくドリブルで決定機をね作りながら、シュートを決められずに、まあ決定力の部分でちょっと課題があるかなと思ってましたが、ここに来てドブレテということで、まあしっかりと仕事をしましたし、まあこういうビッグゲームでバルベルデの右ウィング起用、4人目のミッドフィルダーかというようなシステムではなく、もうロドリゴ、スタメンから使っていけるような、まあ完全にロドリゴも主力になりきりましたので、まあマドリーにとっては、まあ改めて価値のあるこのチェルシー戦、それから準々決勝の勝ち抜けじゃないかなというふうに思います。ということで、まずは両チームのスタメンを確認していきましょう。はい、まずは左ホームのチェルシーですけれども、まあファーストレグと同じ3バックなんですが、まあファーストレグはほぼほぼ5バックで構えましたが、まあこの日は逆に3バックでガンガンウィングバックを上げていくと、まあウィング化させるような形で、まあリスクを犯して、攻撃的な前向きな配置でした。まあ 3-4-2-1 の布陣こちらでした。ゴールキーパーケパ、まあクリバリがファーストレグに負傷しましたし、まあチルウェルが、前節レッドカードで出場停止ということで、フォファナ、チアゴシウバ、チャロバーが入っての3バックでした。ウィングバック右にリース・ジェームズ、左にククレジャ、ドブレピボーテ、エンソ・フェルナンデス、コバチッチ、トップ下にツーシャドウ、右にカンテ、左にギャラガーが入り、この日はカイ・ハバーツが先発をしました。一方のマドリー 4-3-3、 こちらの布陣でした。ゴールキーパークルトはディフェンスライン右からカルバハル、ミリトン、アラバ、カマビンガの左サイドバック起用、中盤ピボーテにクロースが入り、バルベルデとモドリッチのインテリオール、前線右からロドリゴ、ベンゼマ、ビニシウスの並びでした。はい、まあ立ち上がり前半に関してはチェルシーのハイプレスにマドリー結構苦しめられましたというところで、まあ本来このね、3バック、5バック気味でウィングバックをどこに当てていくかで、まあある程度試合の構図が決まりますが、この日のチェルシーはまあ2点差をね、追いかけなければいけない立場でしたから、まあ当然、アグレッシブにハイプレスで行くんだというところで、まあククレジャー、それからリース・ジェームズを、カルバハル、カマビンガのね、マドリーのウィングに当てていきましたので、まあそうなると背後はロドリゴ、それからビニシウスが、浮いてくるので、まあほぼ後方は3対3の、マンツーマンなんですが、もうほぼ、ね、試合オールコートマンツーマンでチェルシーとしては序盤から捕まえに行きましたし、まあただマドリーもそこはクロースがピボーテで、入ってますので、まあうまくビルドアップのところでクロースが、可変で降りてということで、まあ配置でね、うまくローテーション作りながら、
なんとかボールの逃げ口を作ろうとしましたというところで、まあ、序盤から、クロースが、サイドバックの位置に降りて3枚を作って、モドリッチが高めでエンソを引っ張って、まあ、そのタイミングでカンテが行こうかなとしたところで、カマビンガがここにね、クロースに、モドリッチが開けたポイントに、まあ、内側のね、2サイドバックのポジションに入っていきましたので、まあ、そうなると当然ながらジェームズが捕まえなければいけないということで、まあ、ちょっとこのあたりで、クロースが、まあ、そういう意味ではしっかりと、受け取って、そこからね、配球出口を作るような、形はマドリーも作れたと思いますし、まあそこまで、チェルシーのハイプレスに引っかかって、ショートカウンターを受けるような場面はなかったんですが、まあただそういうところもしっかりとチェルシーが、まあボールホルダーに対してタイトに圧力をかけてたということで、まあマドリーとしてはやはりね、なかなか前半に関して言うと確かにカウンターも何度か打ったんですけれども、まあそう簡単にロングフィード一発でのひっかり返すようなカウンターが打てなかったと、まあビニシウスのところの対応もフォファナかなりタイトでしたから、ファーストレグと違って、まあビニシウスにフリーで持たせなかったと。まあそもそもね、こうしっかりと足元に入らないように、タイトなところのポジショニングというところは非常に良かったかと思いますし、まああとはビニシウス、ロドリゴがしっかりと捕まえられているので、そうなるとベンゼマが中盤に降りた時の、ポストワークがポイントになってましたが、まあそこに対してもチアゴシーバーがかなりタイトに、まあ序盤ちょっとね、足を、競り合いの時に踏みつけるような場面はありましたけれども、まあ全般的にチェルシーが、まあオルコとマンツーマンをうまく機能させての、序盤からのイニシエーションを握った展開じゃないかなというふうに思います。まあ逆に、チェルシーの保持に対するマドリーの保持は、まあ、引き込んで、まあ、4-4-2 可変の、ね、4-4-2 システムでセットして、我慢強く粘り強く守り切ってカウンターだというようなところまでではなくて、まあ、当然ながら 4-3-3 でロドリゴを使ってますので、まあ、時折、しっかりとボールホダルに制限をかけて前向きに出ていくような守備も、序盤から作ってはいましたが、まあ、ただどうしてもファーストレグ同様にビニシウスが、まあ、攻め残りをしますので、まあ、このスペースでリースにうまく受けられるその時に、まあ、カンテが、ね、ここ側の内側のところに高い位置取りますので、まあ、カマビンがやはりついていくのかカンテを見るのかそしてアラバが、ね、ちゃんとスライドで捕まえるのかみたいなところが決まりきってないですから、まあ、かなりカマビンガがこの、リース・ジェームス・カンテに対する2対1を作られ、まあ、そこでね、フォファナも結構上がってきてましたので、プラス、まあ、マドリーもこの試合、まあ、前半の途中17分前後にはバルベルデとモドリッチの配置を変えましたし、まあ、後半スタートからはバルベルデが左には来ましたが、まあ、やはりセカンドリーグスタートのところもモドリッチが左で、まあ、結構押し出すような守備に行った時にはここのポイント開けてましたので、まあ、そうなった時にクロスのね、それほど、ポジショニングもしっかりとここをケアするようなポジショニングもなかったので、まあ、ちょっとカマビンガ一人が、対応するのはかわいそうだなと思いましたが、カマビンガのポジショニングも、かなりリース・ジェームスを気にするというよりも、アラバの、ね、真ん中、まあ、どうしてもピボーテボランチの選手ですから、中寄りのポジショニングを取りがちで、まあ、サイドはちょっと開けがちでしたので、まあ、ここについて遅れて出ていくので、まあ、そうなった時には対応後手に回ってしまったなというような対応が多かったですから、まあ、どちらかというとやはり前半はチェルシーやはり右肩上がりで右からかなり効果的に、まあ、クロスを打って侵入してというところで、決定機やはり前半のカンテそれからね前半の終わりのククレジャのところの決定機は右からのクロスの形でしたのでまあ共にリース・ジェームズからのクロスでしたけれどもまあそこが、チェルシーとしてはやはり突きどころでまあファーストレグからのセカンドレグというところで言うとやはりうまくランパード監督まあそこのね、右の質的優位のところそれからまあカマビンガが不慣れな左サイドバックをやってるというところはうまくついてきたんじゃないかなというふうには思いました。まあ後半の入りのところも52分右からの進入、カイハバーツからのクロスまあそこのクロス対応もちょっとカマビンガ甘いなと思いましたし、まあそこクロスを入れられてミリトンクリアしたところをギャラガーが折り返してカンテがフリーでシュートになりましたけれども、まあ、そこを再び、ね、ミリトンが防いでということで、まあ、やはりマドリーとしては我慢強く、まあ、右から結構侵入されてクロス打ち込まれましたけれども、まあ、後半スタートからアラバがちょっと足の違和感でリュディガーに代わって入りましたけれども、まあ、2センターバック中心にしっかりとクロス対応していたと思いますし、まあ、その中でもやはりミリトンこのレベルでも異次元のパフォーマンスレベルだったんじゃないかなと思いますので、まあ、残念ながらこの試合でイエローカードを受けてしまいましたので、まあ、次節準決勝のファーストレグ、ベルナベイで行われますけれども出場停止ということで、まあ、そうなるとリュディガーとアラバが、まあ、順当にセンターバックのコンビ組むと思いますが、まあ、今のミリトンを使えないのはマドリーアンチェロッティ監督にとっては痛いなと思うようなまあそれだけいいミリトンでしたが、まあ後半もスタートからチェルシーペースだったと思いますけれども、やはり、ね、かなり前半から飛ばしていった分、リスクを犯していった分、一発のカウンターで、
仕留められるリスクがあると、まあ、そのリスク上等で言ったので仕方がないと思いますけれども、まあ、まさに58分ミリトンからのボールに、ロドリゴがうまくチャロバーと入れ替わっての、カウンターを発動させ、まあ、ちょっとねベンゼマに合わなかったですけれども、流れたところビニシウスが、まあ、そこで落ち着いてシュートではなく、ロドリゴに折り返せるというところが今のビニシウスの特にボックス内での落ち着き決定力の高まりの要因かなと思って見てましたけれども、しっかりと、ロドリゴに入れてつけて、ロドリゴも、素早く止めてゴールということで、まあ、あの1点で、まあ、ファーストレグ2-0ですから、まあ、実質的には3-0にマドリーが大差をつける3点目、ダメ押しの3点目となりましたので、まあ、精神的にも大きなダメージを被りましたので、まあ、そこからの展開は完全にマドリーが優位に進めました。まあ、早めに、ベンゼマを引っ込めてチュアメニを入れて、まあ、しっかりとね、ピボーテのところで守備固めをして、まあ、クロースもセバージョスに変えてということで、中盤の、まあ、特にね、守備面での強度を上げて、まあ、精神的な余裕もありますから、マドリー落ち着いてセットをした状態からカウンター狙いに、まあ、完全にね、そういう攻撃を徹底することができましたので、まあ、その流れで80分、まあ、そこもね、いいコンビネーションでしたし、またビニシウスからのボールがバルベルデにうまくついて、まあ、バルベルデもあそこで落ち着いたコントロール抜け出しで2人を簡単に振り切っての、最終的にはロドリゴに、まあ、ロドリゴのごっつぁんゴールを前立てということで、まあ、完全にね、ロドリゴは余裕を持って、無人のゴールにゴールを決めたということで、これでドブレッテとなりましたけれども、まあ、改めてマドリー昨シーズンのシールと比較してもやはり、落ち着いた経験値の高い選手たちの、まあね、試合巧者ぶりはもちろんですけれども、まあ、そもそもファーストレグのスタートのところから、まあ、プレミア勢とやっても中盤の強度で、全く引きを取らないどころか、まあ、しっかりと、ね、そこを受け止めるだけではなくて、まあ、中盤のところで強度を高めながら、まあ、そこから、しっかりとカウンターを作っていくところも、ロングフィード一発ではなくて、まあ、例えば、まあ、今日に関しては結構守備それから守備のポジショニングでは、まあ、差が出たカマビンガなんかは、まあ、逆に保持のところやっぱりドリブルでスルスルと推進力を持って局面を打開できるところは、まあ、中盤のバルベルデ同様に、まあ、大きくこういう展開で相手が、ね、マンツーマンではめ込んできた時にはそこを、ね、ドリブルでググッと持っていける、剥がしていけるのはやはりマドリーにとっての強みだと思いますし、まあ、そこから、まあ、カウンターの起点ができると、ロドリゴやビニシウスにボールを配れることができますので、まあ、特にマンツーマン気味にハイプレスをかけてくるような、まあ、プレミア勢との、対峙となると、まあ、彼らのドリブルでの持ち運びがやはり効果を発揮するなというところが、見えたこの、ね、チェルシー戦の、2試合かと思いますので、まあ、だからこそなんですけれども、次の準決勝の、まあ、おそらくマンチェスターシティになるかと思いますけれども、まあ、ポイントは個人的にはチュアメニがどれぐらいコンディションを戻してくるかなというところかと思いますので、まあ、もちろんこの2試合、クロースが見事にピボーテの、タスクを、ね、果たしていいプレーパフォーマンスを見せたと思いますけれども、まあ、ビルドアップのところ封じられたところからドリブルで、ね、持ち運べる剥がせることを考えると、まあ、クロース以上にチュアメニの方が、まあ、そういう、ね、フィジカル的なアスリート能力高いですから、まあ、そういうプレーがね、チュアメニに出てくると、まあ、よりアンチェロッティ監督も、まあ、当然頭を悩ませる人選になるかと思いますけれども、まあ、プレス回避の有効な駒として使いやすいんじゃないかなというふうに思います。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。サラプロクシマ。